古学類は、鳥類分類の一グループである。階級はフルアゴウ上目、またはフルアゴシタ下ナとすることが多い。ここを灰類上目とも訳す。総鳥類と呼ぶこともあるが、この後はやや狭い平胸類の意味で使うこともある。原生鳥類を含む系統である、新鳥類は、原始的な古学類と進化的な新学類に大きく、分かれる。このことを指摘し、それぞれに命名したのは、 WP パイクラフトである。新学類とは、新生代の初期に分岐したとみられる。古学類には多鳥など地上性反地上性の数目が含まれるだけであり、原生鳥類のほとんどは新学類である。シブリーラはこの系統を下綱と小綱に位置づけた。下綱としては、暁の鳥を意味する、エブスと名付けた。ただしエブスの定約はなく、日本語ではそのままフルアゴ下綱と呼ばれる。 小ナとしては、タイラムネ小綱ら地帯の名を使った。ただし通常は、タイラムネ類ら地帯にはガ学類のシギダチョウカを含まない、地上性ないし半地上性である、唯一シギダチョウカのみが、もっぱら地上で生活するものの多少は飛ぶことができる。シギダチョウカ以外は、通常の鳥類なら、胸骨にある、飛翔筋がつく構造である、龍骨起を失っており、タイラムネ類と総称される。 竜骨突起の喪失は、ペンギン、ド,ウドウニワト鶏など他の飛べない鳥類にはない特徴で、このため全く飛ぶことができない。ただしこれは、古い鳥類だからではなく、祖先は発達した竜骨突起があったものの二次的に失ったと考えられている。なお、タイラムネ類に対し、竜骨突起のある、シギダチョウカオフカムネ類と呼ぶ、いずれも装飾である。従来、タイラムネ類は、 シギダチョウ科と姉妹群であり、シギダチョウ科と分化した後に、流骨突起を喪失したと考えられてきた。しかし、分子系統学により、古学類の中で最初に分岐したのはダチョウであり、タイラムネ類は単系統ではないことが分かった。一度失われた流骨突起がシギダチョウ科の系統で、再び獲得されることは考えにくいため、流骨突起の喪失はタイラムネ類の 各系統ごとに複数回起こり、タイラムネ類は多系統ということになる。目、かの分類は IOC による。目分類は諸説ある。目分類は各種ある。原生語群の主な分類は次の通り。この中でもよく使われるのは、上二段の五目に分ける分類か、死ぎ打鳥海外のすべてを打ウ目にする分類である。古くは前者が主流だったが、1979年、 メアが四つの目を一つのダチョウ目に統合して、以来、後者の分類が広まった。近年は、抗議のダチョウ目が、側系統だと判明したため、再び五目に分ける分類が、標準になりつつある。現在から見れば、ダチョウ化のみで一目とするか、古学類全体を一目と、する分類が、系統分類的と言える。ただしそれは、結果論であり、必ずしも正しい系統に基づいて、 系統分類が提唱されたわけではない。絶滅化では、モアカは、モアメとすることが多い。エピオルニスカワダチョウメ、リトルニスメは、シギダチョウメに含めることもあるが、独立メにすることもある。ありがとうございます。